はい、どうも、休日のサラリーマン団長でございます。いかがお過ごしでございましょうか。はい、今日はですね、iPhone の話なんですけど、iPhone の SIM フリー版、要はau とかドコモとかのショップじゃなくて、ネット、なんだ、Apple Store とかでね、iPhone を買う人って最近増えてると思うんですよ。で、そうやってまあ機種変更、SIM カードを差し替えて機種変更をするわけですけども、注意があります。うちのね、まあ、奥様がですね、iPhone 7を使っておりまして、まあ、さすがにそろそろ古くなってきたということでね、iPhone のこの、SE の第2世代をね、買ったわけでございます。で、SIM はね、ナノ SIM というやつで、いいんですが、実はですね、7以前に契約している人は、8以降、iPhone8 以降の機種に関してはね、SIM カードの差し替えでは、使えないんですよ。どうも SIM カードのね、通話関連の機能かな、そこがなんか変更になってるらしくて、もう使えないので、前の黒い SIM ですね、黒い SIM カードの人は、新しい機種には差し替えても認識してくれません。圏外になっちゃいます、電波がね。なので、こういう人は、SIM カードの、ね、変更を au ショップでする必要があります。まあ、もしかしたらオンラインでもできるのかもしれないですけど、まあ、僕の、まあ、調べた限りでは、基本的には、au ショップで、やってもらうという感じになります。事務手数料がね、3000円ぐらいらしいです。で、今日がね、2020年の11月の6日ということで、iPhone mini とか、あ、12 mini か。12 Pro Max とかの予約開始日なはずなんで、まあね、ちょっとこの辺でね、au ショップ混みそうな気がするんだけども、なんとかね、予約を取ったので、今日の午後に、au ショップに行って、SIM カードの交換をしていきたいと思います。で、一応ね、ちょっと聞いたんですけども、お店の人にね、もしかしたらプランの変更がいるかもしれないと。なんせね、もう3年くらい前かな、これ。のプラン。2年くらい前のプランなんで、今はないわけですよ、その時の契約したプランが。なのでね、その辺をね、状況によっては、変更しなきゃならないかもしれないということで、ちょっとね、どんな感じなのかわかりませんが、やってきます。というわけでね、古い iPhone を長く今使っている人で、新しい iPhone に、お店で買える場合はいいんですよ。お店に持ち込んで、買える場合には、裏で、要は店員さんがやってくるんですよ、その辺のことは。なんだけど、自分でね、やる人っていうのは、その辺できないんで、世代が変わってしまっているので、注意してください。古い iPhone から新しめの iPhone に、カードを差し替えても、認識しないよっていう状態になりますので、そこだけ気をつけてください。じゃあ、団長でした。